河田温泉駅は、山口県下関市豊浦町大麻河田にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。事務官コードは80万714。河田奈温泉の最寄り駅である。旧町内で唯一、特急、磯風が停車する駅であった。かつては、相対式ホームだったが、旧登りホームが廃止され、現在は、 単式ホーム一面一線を有する地上駅で、急下りホームに、下関方面駅と小串方面行きの双方が、発着する。使われなくなったホームには、地元住民による花壇が作られている。無人駅であり、自動券売機が設置されている。2002年に、地域のコミュニティセンター、豊浦コミュニティ情報プラザとの合築構造に、建て替えられている。 一日の平均乗車人員は以下の通りである。駅舎側は市街地だが、反対側は田畑である。駅のすぐ近くに市の総合支所があるが、豊浦地区のその他の行政機関は、隣の小串駅周辺に所在する。駅前を国道191号が通過し、駅のすぐそばに県道豊浦新末線との交差点がある。なお、かつて、 河田奈温泉駅から河田奈温泉まで鉄道路線の建設が行われた。未成に終わったその路盤跡は、ほぼ清流街道に転用されている。駅から約150メートル離れた、豊浦総合支所前の県道40号線上に、河田奈駅停留所があり、三電交通とブルーライン交通のバスが通る。ありがとうございます。